戦国乱世では謀反、裏切り、謀略などが当たり前に行われていました。当時はまだ武士道どころか道徳観念すら希薄だった時代です。どんな卑怯な手段を用いてでも家や血筋を残すことが優先されていました。ただし後世からの評価は別物です。現代と昔では価値観が大きく異なるため、どんな理由があったにせよ卑怯者と言われても仕方がありません。そこで今回は戦国時代の卑怯者たちを5人厳選してご紹介します。朝倉景明。戦国時代、越前の地を支配していた朝倉氏は長らく繁栄しますが、その最後の当主となったのが朝倉義景です。上洛後、急速に勢力を伸ばした織田信長と対立したことで争いへ発展。義景は盟友、浅井長政と共に反織田の急先鋒となりました。ところが、信長包囲網の主役だった武田信玄が亡くなり、時の将軍足利義昭も追放されてしまうと、たちまち義景は追い込まれていきます。1573年、信長は浅井長政を滅ぼすべく3万の大軍で小谷城を包囲しました。苦しくなった長政は盟友のいる越前へ救援を求めます。義景もその要請に応え出陣しようとしますが、それまでに数々の失態を重ねて家臣の信頼を失っていた義景は重臣である朝倉景明たちに出陣命令を拒否されてしまいます。仕方なく義景自ら2万の兵を率いて出陣しますが、いくら当主自ら先陣を切ったところで敗色濃厚の戦に出向く朝倉軍の士気が高まるはずもなく、逆に織田軍の奇襲を受けて動揺する有様です。これでは戦えない、そう考えた義景はあっさり撤退してしまうんです。これを見た信長は配下の軍勢に総攻撃を命じました。すぐに朝倉軍は追い詰められてしまい、目を覆うばかりの惨敗を喫してしまいます。義景はわずかな側近たちと越前へ逃れますが、もはや本拠の一条谷を守るどころではありません。あちこちをさまよい歩くうち、拝謁を求めてきたのが出兵を拒否したはずの朝倉景明でした。景明はこのように進言しました。我が所領は山々を越えた大野でございますゆえ、織田勢もすぐには追ってこれますまい。その間に味方を募り、敵に一矢報いましょう。その意見に同意した義景は、やがて大野の手前にあたる建章寺で迎え入れの準備が整うまで待つことになりました。ところがいつまで経っても迎えなど来ません。義景の側近が周囲を伺うと、すでに景明の軍勢によって取り囲まれていたのです。そう、景明は最初から騙し討ちにした上で義景の首を手土産に降伏するつもりだったんです。やがて追い詰められた義景は自刃し、波乱に富んだ生涯を終えたといいます。また義景の母と妻、そして息子が捕らえられ、織田の陣へ連行されていきました。景明は義景の首とともに彼女たちを引き渡し、命を助けられた上に領地まで与えられたそうです。自分の主君をはめたばかりか、その家族まで売り渡すなど、まさに悪逆としか言いようがありません。しかし因果応報とはよく言ったもので、その後景明は放棄した一向一揆の手にかかり、無残な死を遂げたそうです。荒木村重。織田信長は有能な者を抜擢することが多く、荒木村重もまた信長から気に入られ、摂津を任されるほどの出世を遂げました。そんな順風満帆な人生を送る村重ですが、何の前触れもなく信長に謀反を起こしてしまうんです。その発端は些細なことでした。ある日、領内でこんな噂が立ちました。荒木の家臣が本願寺へ兵糧を横流ししている。そこで村重は詳しく調べさせますが、その噂は事実でした。兵の誰かがお金に困ったためか、兵糧を本願寺へ運び入れていました。織田家は本願寺と敵対していますから、これがバレたら大変です。しかし噂はすでに信長の耳に入っており、すぐさま弁明の使者が送られてきました。村重とすれば部下が勝手にやったことですから、素直に申し開きすればいい話ですが、信長の性格をよく知る村重は悩みました。おそらく上様はお許しにならないだろう。さらに村重の与力となっていた中川清秀がこのように焚きつけます。ここは弁明しても無駄でございましょう。いっそ謀反に踏み切ることもやむなしでは。こうして村重の腹は決まりました。1578年、村重は居城の有岡城にこもって反旗を翻します。もちろん勝算がないわけではありませんでした。本願寺が味方につき、さらに丹波の旗野や赤井と手を組めば、西から畿内を揺さぶることができるでしょう。また毛利の支援も期待できますから、むしろ有利になったも同然です。こうして1年以上に及ぶ籠城戦が始まりました。
ただし村重の目論見は甘すぎたようです。本願寺をはじめ旗野たちは織田の大軍に囲まれて籠城せざるを得ず、頼みの毛利軍すら積極的に動こうとしません。やがて長い籠城で疲れた兵士たちの士気は目に見えて下がっていきました。このままでは自滅するだけだ。焦った村重は城を単身抜け出し、毛利の拠点があった摂津尼崎城へ向かいます。ところがそこに毛利軍の姿はありません。実は援軍をすでに引き払っており、城はもぬけの殻だったのです。一方その頃、村重不在の有岡城では徴兵たちの多くが動揺していました。何せ諸君が突如として姿をくらましたのですから、無理はありません。やがて士気が崩壊した有岡城はあっけなく落城し、見捨てられた家臣や村重の妻らが捕らえられてしまいます。やがて見せしめとして無残に処刑されたそうです。後に豊臣秀吉のおとぎ衆となった村重は自らを同粉と称しました。これは家臣や妻を見捨てた自分は道に落ちているクソイカだと卑下したためでしょう。そこには後悔や自責の念が感じられます。滝川勝俊。伊勢の名門大名北畠氏の分家にあたる小作り友政に仕えていたのが源城院主言という僧です。1569年、織田信長は北伊勢を手に入れるべく滝川一益に戦略を考えるよう命じました。そこで一益は小作り友政と手を組むため、まずは主言に手を伸ばします。一益はこうささやきました。主言よ、そなたを武士として取り立てる条件で友政が織田へ寝返るよう説得してくれと。もちろん喜んだ主言は一益に協力し、友政に対して北畠を裏切り織田に味方した方が得だとそそのかしました。友政はすっかりその気になり、当主北畠智則の実弟でありながら織田に味方してしまいます。友政の裏切りもあって織田軍の猛攻を受けた北畠氏は敗北。信長の次男を養子に迎え入れることで和睦を結びました。もちろん主言は約束通り武士となっています。そして一益の娘婿となって滝川姓を名乗り、名も勝利と改めました。そればかりか信長の次男信勝の家老として抜擢されたんです。このように勝利は非常に狡猾な男でした。さて、屈服した智則は隠居同然となって日々を過ごしますが、密かに勢力挽回の機会を狙っていました。実は武田信玄と協力関係を結んでおり、信玄の上洛とともに兵を挙げるつもりでした。ところがその動きを勝利は事前に察知しており、密かに智則暗殺の段取りを進めていたんです。1576年、軍勢を率いた勝利は智則の御所を襲い、彼の暗殺に成功しました。さらに生き残っていた一族を根絶やしにすることで北畠氏を滅亡へ追い込んでいます。ちなみに勝利の狡猾ぶりはそれだけではありません。実は信勝の補佐役に織田忠広という重臣がいて、どうやら勝利にとって目の上のコブだったようです。勝利は忠広が北畠の遺族を養っていると嘘をつき、疑心暗鬼に駆られた信勝は忠広を暗殺。勝利は自らの手を汚すことなく重臣筆頭となりました。このように悪辣な手段で出世した勝利ですが、運も彼に味方したようです。豊臣秀吉の怒りに触れた信勝が改易された際、秀吉の直臣扱いとして許され、さらに秀吉の甥豊臣秀次が謀反の罪で自害した時、勝利は罪を問われながらも大名としての地位を確保しました。卑劣な手段に手を染めながらも天寿を全うしたあたり、この男に因果応報という言葉は当たらないのかもしれません。小山田信重。幼い頃から武田信玄に小姓として仕え、武田氏切手の中心として活躍したのが小山田信重です。都取の戦いでは倍以上の北条勢を撃破し、三瀬峠の戦いでも先陣を務めて勝利に貢献しました。しかし1575年の長篠の戦いにおいて武田軍は想定外の惨敗を喫しました。信重はどうにか生き残ったものの、ここから武田氏は落ちぶれていきました。1582年2月、織田信長は満を持して嫡男信忠に大軍を預け、武田討伐に動きました。これがより言う甲州征伐です。迎え撃つ武田軍は抵抗らしい抵抗もできないまま進撃を許してしまい、苦境に陥る武田勝頼は策を練るべく軍議を開きました。そこで勝頼のとある側近がこのように進言しました。勝頼殿はこれから小山田殿の岩泥山城へ向かうべきでしょう。あそこは敵軍も攻めにくく、我が軍にとってはよく知った甲斐の地にあるゆえ、散り散りになった味方もきっと駆けつけてくれるはずです。と、
これには勝頼も納得し、わずかな一行を伴って岩戸の山城へ向かうことになりました。この時信繁は気が気でなかったに違いありません。信繁自身がそのように進言するならまだしも、勝手に自分の居城へ向かうと決められてしまったのですから、ただ納得いかないにしても主君の決断ですから断るわけにはいきません。もし信繁の気持ちを代弁するなら、おそらくこんな風に考えたのではないでしょうか。わしには郡内という守るべき土地があるし、今は落ちぶれた武田よりも小山田の存続を優先するべきではないのか。もう十分務めは果たしたはずだと、実は信玄の父の代に海馬統一されています。それ以前は国衆という在地領主がいて、それぞれの領地を支配していました。つまり武田譜代といってもつながりは希薄で、忠誠心もさほど強固ではなかったんです。もちろん信玄が生きていた頃なら問題はありません。ところが武田氏が落ち目にあった時、多くの親族衆が次々に裏切りに及んだのはそこに原因があったのです。つまり信繁にとってもつながりの薄い勝頼にこれ以上ついていくことはできない、そんな心情だったのでしょう。さて勝頼一行は岩戸の山城の近くまでやってきますが、途中の笹子峠から進めなくなってしまいました。そう、信繁が勝頼を裏切り軌道を締めてしまったからです。織田軍の追跡を受けていた勝頼たちはなすすべなく自陣するという憂き目に遭いました。片や信繁ですが降伏を願い出るも許されず、結局は処刑されてしまいます。もし勝頼の首を手土産に降伏していれば話は別ですが、あえてそうしなかったのはやはり勝頼に対し後ろめたい気持ちがあったからでしょう。織田裏くさい。東京都千代田区に有楽町という地名があります。実は江戸時代初期、信長の弟である織田裏くさいが家康から屋敷を与えられた地に由来するそうです。そんな裏くさいはもともと長政と名乗っていました。戦歴はさほど伝わらないものの、信長の嫡男織田信忠の家来としてそれなりの地位にいたようです。しかし1582年本能寺の変が起こりました。信長が命を落とした後、謀反に及んだ明智光秀は信忠のいる妙覚寺へ迫ってきます。数が少なかった信忠の軍は奮戦するものの、もはや敗戦は明らかでした。そこで長政は信忠にこう進言します。増兵の手にかかって不名誉な死を迎えるより、ここは潔く自害した方がよろしいでしょうと。その言葉を受けた信忠は自害し、多くの家臣たちが殉じました。ところが自陣を進めたはずの長政はなんと京都から逃げ出していたんです。何らかの意図があったのか、それとも単に命が惜しくなったのか、その理由は分かりませんが、京わらばべたちは長政をこのように嘲笑ったといいます。織田の言語は人ではないよ、おはらめせめせめさせておいて、我は安土へ逃ぐるは言語。言語とは長政の通称です。こうして長政は卑怯者のレッテルを貼られたのでした。その後豊臣秀吉に仕えた長政は裏くさいと名を変えて生き続けました。やがて秀吉の死後、関ヶ原の戦いを経て豊臣と徳川が対立するようになると、裏くさいは微妙な立ち位置に立たされました。実は徳川から領地を与えられて大名になっており、徳川と豊臣の双方に仕えていたからです。両者の間で板挟みに遭い、居心地が悪くなった裏くさいは大阪城から抜け出し、大阪の陣に加わることなく生き延びました。しかし裏くさいが徳川方のスパイだったという説は根強く語られ、裏くさいイコール卑怯者というイメージが定着しています。やはり本能寺の変での行動や兄を見捨てた卑怯な振る舞いが印象強かったのでしょう。これも身から出たサビだったと言わざるを得ませんよね。最近は歴史研究が進んだおかげで再評価される人物も少なくありません。歴史における通説や逸話のほとんどは後世に編纂された書物によるものが多く、脚色やフィクションが加えられているものです。今回ご紹介した卑怯者たちについてもいつか評価が覆るかもしれませんよね。今回の内容は以上です。いつもご視聴いただきありがとうございます。よかったら高評価やチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それでは良い一日を。